合い入れていけ。いよいよ矢野との決戦ですね。多分今までとは比較にならないほど強いと思います。桐生さん、気合い入れていきましょう。ああ、それじゃあ行くぞ。俺たちの力見せてやろうぜ。おう、うっす。6強人の一人である矢野を倒せばジャスティスの力をかなり削ることができる。そうすればジャスティスを攻める突破口ができるはずだ。ここで勝てればめちゃくちゃ大きい一歩だ。絶対勝ちましょう、桐生さん。ああ、これ以上あいつに好き放題言わせておくのも尺に触るしな。よっしゃ、お前ら、 We are ヤノとルー。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 よし、桐生かい、出撃だ。行くぞ。おっしゃおっしゃ。全員叩き真似しやがる。俺についてこい。全員が集まっている。運が悪かったんだよ、お前ら。暴れさせてもらうぜ。気を緩めるな。進め。久しぶりに暴れてやるぜ。誰に喧嘩売ってんだ。とりあえず死ねえ。取り残らず叩き潰す。久しぶりに暴れてやるぜ。よし、俺たちの勝ちだ。いい戦いぶりだったぞ。信じられねえ。数では負けてねえはずなのにな。もうお前の負けだよ、矢野。ここは俺たちの大事な町だ。連中連れて出てってくれ。そう簡単に引き下がるわけにはいかねえんだよ。六強人にはよ、負けは許されねえんだ。負けて帰ったところで俺の椅子は残ってねえよ。だから俺にはここでお前らを倒すしか道はねえんだよ。お遊びはこれまでだ。六強人の恐ろしさはここからが本番だぜ。行くぞ。やるやるやる。どうしたんだよ。どうしたんだよ。どうしたんだよ。
じらねえ。やったー、あの六強人の一人矢野を倒しましたよ。ああ、これでジャスティスもちょっとは焦るだろう。矢野がやられた程度で俺たちが焦るかよ。むしろ焦ってるのはお前の方だろ、ジョー。お前はジョー、トランキーロー、焦んなよ。六強人の一人、内藤、岡田に並ぶ実力者です。まさか尾道に内藤が投入されるなんて。投入？おいおい、誰かに命令されたみたいな言い方やめてくれねえか。俺がここに来たのは俺の意思だ。俺は岡田の命令も誰の命令も受けない。俺がわざわざこんなとこまで来たのはな、桐生さん、あんただよ。あんたに興味があるんだ。俺に？元東条会四代目会長、伝説の極道、堂島の竜、桐生一馬。え？東条会って、あの桐生さん、ヤクザだったんすか？昔の話だ。今は仇だ。俺はヤクザやマフィア関連の知り合いが多くてね、桐生って名字を聞いただけでピーンときたよ。改めまして、内藤だ。ブエナスノーチェス、桐生さん。ノリの悪いおっさんだな。あんたにはいろんな伝説があるよな。それを聞くたびに虫図が走ったよ。俺はあんたやジョーみたいなまっすぐで正義の味方ぶってるやつが大嫌いなんだよ。やるのか？へっ、桐生さん、トランキーロー、あっせんなよ。あんた一応矢野と戦った後だろ。万全じゃないあんたを倒してもつまんねえよ。あんたの仲間全員ぶっ潰して、それからじっくりあんたとやらせてもらうよ。じゃあな。おい、あ、そこにお前の仲間が倒れてる、連れて帰れ。こんなやつもともと仲間じゃねえよ。それに負け犬は六強人には不要だ。テイクアウトする価値もねえ。いっそのこととどめでも刺してやろうか。てめえ、ナイト。やめとけ、ナイト。相変わらずだな、ジョー。お前も岡田もそういうところがいけすかねえんだ。桐生だけじゃねえ、てめえもじっくりいたぶって葬ってやる。ナイトか。